ごきげんよう、とこぽのです。タコです。今僕は電車とともに走ってるんだけどね。この世界には駅がないから作っていこうと思います。作ろう。さあまず下にある新しいステーションを作成。ここから始まるのか駅作り。夢の駅作っていきたいね。お客さんも早速来てんじゃん。駅の経営とかもじゃあやってくのか。さあまずここで、あ、これか。あ、いろんなアイテムがあるんだね。その中から座席でベンチ。ここに、お、ぴったりはまったね。いいね。さあ次はここ。これはなんだ？チケット自動販売機。まあ、券とかを買う場所だね。おお、ここは？これトイレかな？いや違う、バスルーム。駅にバスルームか。まあ、汗かいちゃった人にはおすすめだね。僕は入れないのか。ここがお店系かな。駅にあるお店。あ、いいね。ここにじゃあ一つ置いてみよう。おー。パンとケーキ屋さんだね。駅ででかいケーキ買ったら食べると大変そうだな。さあ次ここ。壁、レンガで壁を。ここから置けばいいのか。おお、範囲を決めて。あ、こうやると一気に設置できた。あ、なんだチュートリアル終わりかな。線路の方のチュートリアルもあるのか。これホームの方だね。範囲をかけて、おお、じゃあ伸ばせるってことだね。あ、階段。ちょっと壁とかがないから、この辺落ちそうで怖いな。それから、さあ次は、プラットフォーム。あ、線路ももう置けちゃうのか。おー、すごい。自動的に繋がってる。ここに置けばいいか。おー、2連目ができたね。いいね。こっちからも来るんじゃない？あ、タコ、乗せてくれー。おー、大丈夫か？およー、引かれてないか。よかった。よし、乗ってこう。いや、これいい旅になりそうだな。お、いいねいいね。イェーイ、みんなじゃあねー。いや、待って。駅作りさせてくれ。うわ、戻るの面倒いな。これはリセット。タコ？ということで、チュートリアル終わりました。こっからもう自由に作れちゃうってことなのか。よーし、自分だけの最高の駅作っていきたいね。さあ、まず、ここ、道幅狭いから、広げちゃうか。まあ、ここの駅の改札を広げると、お客さんもいっぱい来るんじゃないかな。でも、ここに木が生えてると邪魔だな。木は一旦消しとこう。よし。で、駅のここの改札を増やしたいよね。あるかな？これか、デコレーションっていうので、チケットゲート、これか。で、向きも変えて、よしよし、置いていこう。お、いいね。横幅、伸びた。これでお客さんいっぱい来てもね、問題ないはずだ。あとね、横に木とかも生やさないとね、ズルして、チケットを入れずに通る人もいるかもしれないからね。絶対横から抜け出さないようにしとこう。よし。木で壁を作って、これで完璧だ。絶対もうズルはできないよ。これも邪魔だから消しとくか。さて次。チケット販売機。これいっぱい増やさないとダメだな。ちょっといっぱい買えるようにしていきたいからね。よいしょ、もうここ広げまくっちゃうか。あれ？限界があるのか？よし、このぐらいにしとこう。よーさ、これはもう、チケット販売機の場所でいいか。これ置きまくるよ。よし、ここにじゃあ並べていくか。いっぱいあればね、お客さんもいっぱい買ってくれると思うからね。これが僕が想像する最高の駅なんだ。それからこの辺はもう消しちゃうか。ちょっと買ってる途中だけど、消しちゃうよ。よーしゃ、これからはね、そっちで買ってね。まあ、チケット販売機だけだと寂しいから。まあ、この前にお店とかもいっぱい並べとくか。コーヒーショップを2つ置いて、まあ、駅の近くにコーヒーショップってよくあるよね。いや、これだけだとね、少ないから。こっちのベーカリー、パン屋さんだね。パン屋さんも2つ並べて、さらにじゃあ、後ろに、サンドイッチショップ。おー。チケット買いながら、ショップの売り上げもめっちゃ上がりそうだな。あと、自動販売機もあるから、これはちょっといっぱい置いとこう。あれだけあった方がいいよね、自動販売機って。おー、これだけあれば、迷うなぁ。どのジュースにするか迷うなぁ。3列にしとこう。いや、起きすぎか、これ。いや、これぐらいは必要なんだ。ジュースもいっぱい飲んでもらうからね。電車の中で。チャンネル登録、高評価、よろしくね。じゃあ、お客さんが脱走しないように、木で壁を作って覆ってね。そしたらもう抜け出すことはもうできないよね。完璧だ。うわ、駅にこんななったら最高だよね。ジュース選びたい放題。お店でも買いたい放題。いや、僕って駅の経営センスこんなあったのか。めっちゃ買ってってるね、お客さん。お客さん増えてない？じゃあもっとお客さん増やすために、3連目の線路引いとこうかな。ここが1、2で、こっちだよね、こっち方向。線路でも高そうだな。7500ドルか、めっちゃ高いね。ずれないように置いとこう。よし、ここで3個目。さあ、この辺も、うおー、やばいやばい。こんな広げちゃった。広すぎるな、ここだけ。まあいいか。じゃ、広げた分だけ、階段もより広げて、てかもう早速電車通ってたね。おー。もうこれお客さん来てもいいんじゃない？来た来た。建築途中だけど、もう来てもいいよ。ここなんか1マスだと狭いから、もうちょい広げるか。これ、落ちそうだしね、1マスだと。よし、このぐらいかな？このぐらいじゃあ広げて。お、いいね。これで、よりお客さんも通りやすくなった。しっかりこういうことも考えて建築してってるからね。ここもちょっと伸ばしとこうか。よいしょっと、よいしょっと。うわ、どんどん僕の想像する最高の駅になってきたね。いっぱい通ってきてるし。まあ特にトイレをいっぱい置きたいところなんだけどね。今バスルームしかないから。バスルームひたすら置いてくしかないか。もうバスルームがトイレということにしとこう。みんなじゃあここでトイレするんだよ。ここに置いとくからね。よし、ここに一つずつ。こっちは広げた分だけいっぱい置いとくか。よーし、バスルームにはもう困らないね。タコ洗いたい放題だ。早速このお客さん、バスルーム使うんじゃないか？ん？あ、電車待ってただけ？電車に乗ったね。なかなかでもバスルーム使ってくれないね。まあ、駅といったらベンチだからね。ベンチもこうやって、2個ずつ置いていこう。うわ、ここ来たよ！お、いいね！いっぱい来た！ベンチが必要だったのか、やっぱ。よしよし。お客さんめっちゃ増えてそうだな。おー、駅っぽくなってきた。あれ？これに余裕がない。やばい！お金使い切っちゃったか。まあ、なくなっちゃったな。まあ、こんなもんでいいか。もうちょいでかくしていきたかったんだけどね。まあ、こっからさらに地道に増やしていくか。おー、すごいすごい。いいよー。待って、壁とかも欲しいな。横からズルして入りそうな人もいそうだしね。ちょっとお金ないし、なんか売ろうかな。この辺もいらないから、これ全部一旦消そう。で、こっち側は、ここも普通にお店でいいんじゃないかな。壁じゃなくてお店にすることによって、これお客さんが通りながら買ってくれるんじゃない？ちょっとまだまだお金がないから、この辺売っちゃうか。自動販売機。これだけあったら、最高なんだけどね。ちょっとここはもう節約して作っていくしかない。てかこれ多すぎた。この辺もういらない。全部消しとこう。この辺はもう全部お店でいっか。よし。これも電車までの通り道がお店になったね。これでお客さん一つぐらいはなんか買ってくれるんじゃないかな。お客さんの様子どうだろう。なんかちょっと減ってるような気がするな。いや、気のせいだよね。お客さんに、あ、なんか見れるね。エマ。チケット販売機が結構あります。あ、喜んでくれてるみたいだね。確かにチケット販売機だけはいっぱい置いたからね。この人はトミー。トミーの評価は、まだ何も考えてないか。でも買ってくれてるじゃん、サンドイッチ。あ、トミー、ショップが足りませんって言ってる。え？こんなあるのに、まだ足りないのか。これ。じゃあ、売り上げを伸ばすために、もっといっぱい置かなくちゃいけないんだね。こりゃもう経営者として、頭使ってやっていかないと。じゃあもうこうなったら、売り上げが爆上げするような感じで、お店を設置していくか。よし。じゃあもうここに置いちゃうか。もう目の前。駅に着いた目の前に、新聞ショップがある。今の時代新聞売れるのかな？ 3 つぐらい置けば売れるか、1つぐらいは。で、これ塞がっちゃってるから、これダメだ。消して消して。そしたら、じゃ、こっちにはね、ちょっと別のショップ置いてみるか。アイス屋さんもあったね。駅にアイス。これめっちゃ売れるだろうな、こんなの置いたら。じゃあここも3つ並べてと。おー。じゃあ次はサンドイッチショップ。いや、駅の空間がすべてショップになりそうだ。じゃあこっちはパン屋さん。で、ここはね、ちょっとグネグネの迷路みたいな感じでやっていきたいよね。ここちょっと壁で塞いだ方がいいか。まあ、バスルームにしとこう。まあ、とにかく売り上げを伸ばすため、しょうがないね。てかもう、またお金がなくなっちゃったか。うわぁ、これ、自動販売機、減らすか。減らしたくないんだけどね、ここは。ごめんごめん。買ってる途中なのにごめん。よし、ここの空間も狭ませよう。じゃあ、こっち側にも置いてってと。いいね。ここはもういらないか。この辺も消しちゃおう。売り上げだけを考えた。最高の駅になったね。いや、電車に乗るまでの道のりが長すぎる。でも、くねくねこうやってショップが置いてあれば、一つぐらいはなんかお客さん買ってくれそうだよね。もうこっから一気に売り上げ伸びそうだな。まあ、せっかくだから電車に乗る前に気軽にね、自動販売機でジュースが買えるように。この辺もちょっとぐねっと曲がった感じで道作っとくか。自動販売機の道ね。これでここでもまた一つジュース買ってくれるんじゃないかな。僕の想像する夢の駅が出来上がってきた。電車に乗るまで、お金がなくなりそうだな。こんな道、いっぱい買える道作っちゃったら。さ、お客さんの評価はどうなってる？列車が多すぎる。プラットフォームが少ない。え、どういうことだ？この人は、お店がたくさんあるは評価いい。バスルームとチケットも評価いいけど、列車が多すぎる。プラットフォームが少ないね、やっぱ。まあ、階段を置いて、向こうまで行きやすくすればいいのかな。ちょっとじゃあここに一つ置いてみよう。じゃあ隣にも置いて、そうするとバスルームとなんか重なっちゃうな、ここ。バスルームが行きにくくなっちゃうよね。これしょうがない。消しとくか。もしかしてこの辺伸ばせばいいんじゃないかな、道。これでより電車に乗れる空間をね、伸ばせば。これプラットフォームが多くなるってこと？これで。あれ？はーい。どこまでなんだろう。この辺ぐらいか。ここまでだね。ここは、大丈夫か？なんか線路と重なっちゃってるけど。事故りそうだな、重なると。でもこれで評価が良くなるはず。うわおー、伸ばしちゃったねー。でもここ気になるなー。ここもういいや、伸ばしちゃうか。プラットフォームを伸ばした分、駅の改札も2倍にしていきたいよね。ちょっとこれ2列にするか。そしたら、まあ、2倍お金取れるってことだよね、ここ。2列にしよう。まあ、しょうがない。売り上げを伸ばしていかないとね、やっていけないからね。完璧だ。僕の想像する、夢の最高の駅になってきたね。おー、2倍払ってね、しっかり。払わなかったら、犯罪だからね。みんな、しっかりルールは守ってね。あと、駅に必要なものといったら、ゴミ箱だよね。これいっぱい置いとかないとね。まあ、駅がポイ捨てだらけの、ゴミだらけの駅になったらね、困るから。まあ、ちょっとこの辺とかにもいっぱい置いとこう。よし。さあ、お金も、もうなくなってきたからね。これでもう完成でいっか。よし、僕の夢の駅、完成しました。うわ、こんなのあったら一度は行ってみたいよね。いや、電車に乗るまでの道が地獄すぎないか？長すぎて。うまいか。うわ。こんなんもう最高だよね。まあ、電車降りた瞬間、ジュース選びたい放題。まあなんか喉乾きすぎて死ぬことはもうないよね、これで。あ、ここのお客さん、アレックス。早速ジュース買ってくれてるね。いっぱい買っててね。で、しっかりここではね、2倍チケットを払ってもらって。そしたら、ショップだらけの道。1つや2つ、3つや4つ買ってもらえそうだな。プレイチケットもね、いっぱい買う場所を置いといたからね。まあ、ここぐらいは買っといていいよ。そして、ようやく駅から出れるってことなのか。この辺だけで楽しめそうだな。ということで、最強の最高の夢の駅が完成しました。それではみんな、ここにやってくる電車に乗りたいって人は高評価よろしくね。よーし、じゃあみんな行ってくるよ。それではみんな、じゃあね。